晩ご飯終わりました。今からね今夜のお宿になります、三浜ガーデンリゾートにねチェックインしてまいりたいと思います。こちらですね、高級宿ということで非常に楽しみですね。すごいテラスガーデン三浜リゾート。はい、じゃあ今から入りましょう。今回のお部屋が5階になります。はい、5でいい。お、なんかすごいやん。え、クリーニング機器。あ、書いてる？あ、あれ？電気は？あ、これ見てる。ちょっと見て。あ、うまいな。あ、すごいね。ほら、ベッドルームになってますね。あ、おお、すごいね。うん。すごい。幸せやね、僕は。ここがね。うん？ね、そうやね。ベランダになってるね。こっちに椅子があるんちゃう？あ、そうだった。ベランダあったの忘れてた、僕。ほら、ほら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 。あ、これってなんか切れてが見れたの。ほらほら。そう、外に出るとアメリカンビレッジの景色が見える。あ、すごいね。めっちゃ広いね。ドリンクにチンスコーがあって、コーヒーマシーンがあって、電子レンジ。ここは？あ、ケトルとセーフティーボックス。で、ここは冷蔵庫。ここは冷蔵庫になってますね。はい、で、こっちは。やね、そうやな、大豪邸やな。ハンナちゃんの家やったら、ハンナちゃんの家やったらもうちょっとでかいで。コップね。トイレ。あ、トウのトイレになってるのか。そう。ね。いや、今日ほんま疲れたからね、今日ね。もう今日、もう食った。今日もほんま食った食ったやで、今日も。嬉しいね。なんか心に染みるわ。うまいな。トイレどこやった？おはようございます。沖縄旅行3日目の朝となりました。ただいま朝の7時でございます。まだね、原くん寝てます。昨日もね、もう気がつけばもう綿の勢いで寝てました。開けてみましょう。あ、今日は曇りやな。やっぱ正面見るとアメリカンビレッジのね、きらびやかな建物がね見えますね。で、目の前に A&W あるんでね、ドライブスルーのみね販売してるそうなんで、あそこで帰ったらね、どっかで食べたいと思います。もうすぐですね、朝の8時になりますので、そろそろチェックアウトしたいと思います。ほんとすっごい広いホテル、今まで泊まったホテルの中で一番広いねホテルでございました。残念ながらもうほぼほぼただ寝るだけでしたけどね、うん、楽しめたです。よし、じゃあ行きましょう。 A&W の何だっけ、カリ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 やったっけ、カリフラワーやったっけ。いただきます。カリフラワーじゃないでしょ。カリカリカリ、これ食べたやん、名前カリカリやないだっけ。普通のポテトの味やね。あ、おいしい、カリカリや。シュリンプとメルティダブル。お、いいね。食べてみよう。さあ、結構大きい？大きいよ。熱っ。何も伝わらへん、これ。あ、こんな感じでね、タルタルソースで味付けされてますね。これ食べてみよう。いただきまーす。あ、うまっ。うまい。サクサクやな、美味しいわ。うまっ、うまっ。これママの AB ってやつ。え、 AB、 次がメルティーバーガー、ハンバーグが2枚入ってて、でベーコン&チーズで、上にゴマがかかってますね。
ハンバーグ。向こうでゲロゲソになったらもういいんですよ。あ、ベーコン全部持っていきやがった。ベーコン泥棒や。まあ、ベーコン。ベーコン全部持っていきやがった。最低なやつや。ハンバーグさ。うん、うまい。これプライベートだったよ。ベーコンはなくなってる、やっぱり。ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかったです。今日こちら A&W 何店なのかな、ここ三浜店。美味しかった。さあ沖縄旅行3日目でございます。今日は体験王国紫村にやってきました。いろいろ体験できるということでね、一回行ってみましょう。チーム、よろしく。 これガジュマルの木？あ、すごいすごい。シーサーいっぱいや、ほら見て。あ、ほら、かわいい。シーサーだらけや、ほら。セーマってやから猫ちゃん気をつけてくださいね。おお、猫ちゃんやびっくりした。寝てます。お水入れるとこの子を透明に見えるので泳いでるように見えます。で、アイドルパーツ選んでください。よし、選べ。この高いやつ、これ、はい、だっちゃん。はい、はるくん。行こう。はーい。すごい疲れた。うん。あ。